信州スポーツファンの皆様、そして全国のカーリングファンの皆様、信州スポーツ一刀両断、緊急生放送スペシャルとして今日はですね、カーリングアイスパックから、諸角祐介選手の、新しいチームの記者発表会見の模様をお伝えいたします。今日は通常と違いまして、ナビゲーターなどは閉めませんけども、皆さんこれをですね見ていただいて、コメントもちょっと触れませんけども、どしどし、声援など送っていただければと思います。じゃあこの後、記者会見の模様を皆さん、ごゆっくりお楽しみください。本日はお忙しい中お越しいただきまして誠にありがとうございます。ただいまより軽井沢におけるカーリング新チームの発足並びに運営組織の設立に関する記者会見を始めさせていただきます。本日司会進行を務めさせていただきます TM 軽井沢広報の岩木と申します。よろしくお願いいたします。では早速ではございますが、この度ピョンチャンオリンピックにて日本男子カーリングでは20年ぶりにオリンピックに出場し8位入賞を果たした SC 軽井沢クラブのスキップ諸角祐介を中心に発足した新チームをご紹介させていただきます。新チームのメンバーこちらから入場いたします。皆さんご着席ください。諸角祐介は昨シーズン選手活動を休止し、女子カーリングチーム中部電力のコーチとしてチームを世界選手権4位に導くなど日本のカーリングの競技力強化に貢献してまいりましたが、この度4月30日に SC 軽井沢クラブを正式に退社いたしまして新チームにて選手活動を再開いたします。はじめに諸角祐介より皆様に経緯のご報告とご挨拶をさせていただきます。皆さん本日はお集まりいただいてありがとうございます。なんかちょっと SC 軽井沢クラブのってつけないのが慣れないのでただの諸角祐介です。昨シーズン1シーズンお休みするという選択をして、まあ、オリンピックで選手として出て、その後5月のトライアルも出て、休んで、まあ、コーチという仕事をやり、選手という立場、そして指導者という立場、また世界選手権の男子の試合では解説もやらせていただいて、まあ、いろんな側面からこの1年間カーリングと向き合ってきて、今回このような、一つの答えというか、自分の進みたい道を見つけたので、今日の発表に至りました。自分の新しいチームを作って、複数のこういろいろな特徴のある男子チームが日本の国内で切磋琢磨しながら世界での競技力を蓄えていく、まあ、こういう形を目指すというのが、まあ、今の日本にとっていい形になるんじゃないかなという思いから、SC 軽井沢クラブの中にもう1チームではなく、独立して別の、SC 軽井沢クラブだったりコンサドーレがやっているような、まあ、独立したチームを1つもう1つ作って男子のカーリングを活性化していこうという思いで今回このような形になりました。自分たちのチームの名前は、TM チーム諸角軽井沢ということで、
やらせていただこうと思っていまして、まあ、略して TM 軽井沢もしくは TMK なんていう形で呼んでいただければと思っております。北京オリンピックを目指すチームとして発足いたします。そして、北京オリンピックを同じく女子で目指している中部電力のコーチも今年同様あと2年間は引き続き確実にやらせていただく予定ですので、男女ともに北京オリンピックを長野から目指そうということで、これから頑張っていきます。まあ、それがこのチーム名にも軽井沢を入れた通りこの地元軽井沢のカーリングを発展させるために今一番、有効というかあの意味のあることじゃないかなと思ってこの今回の決断に至りましたので、今後またよろし、応援をいただければと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。今諸角祐介の方から新チームの名前のご紹介がございましたが、チームのロゴといたしましてチームのビジュアルプロデューサーに就任した建築家デザイナーの佐古健一郎氏が自らデザインしたロゴになっております。ホームである軽井沢を大切にしたいとの思いを込めて軽井沢の K をメインにカーリングの壁をチームも諸角がこう突き破っていくというイメージを表現しております。また90度右に回転をさせますと天をもチームが打ち破って高い頂を目指すというようなイメージも表現しております。新しいロゴにもどうぞご注目ください。さて続きまして新チームのメンバーを紹介させていただきます。 TM 軽井沢は SC 軽井沢クラブで諸角祐介とともにオリンピックの舞台に立ち昨年の日本選手権では東京のチームアイスのサードとして2位の成績を収めた弟の諸角浩介、2018年に日本選手権で優勝し日本代表として活躍した北海道のチーム岩井より岩井正樹、宿谷亮太郎の4人により結成されます。岩井宿谷は住居も北海道から軽井沢へと移し軽井沢を拠点に本格的にチーム全員での練習を開始いたします。メンバーから一言ずつご挨拶させていただきます。まず諸角浩介選手お願いいたします。皆さん改めまして本日は軽井沢にお越しいただきましてありがとうございます。諸角浩介です。去年はですねシーズンが終わった後チーム東京のメンバーにこう軽井沢のアイスパークで練習していたところチーム9だったら一緒にプレーしないかと声をかけてもらってサードとして日本選手権で準優勝するというすごく貴重な経験をさせてもらいました。まずは去年快く受け入れてくれてそして快く今回このチームにを結成するのことのお手伝いをするにあたって快く送り出してくれたチーム東京のメンバーに非常に大きな感謝の気持ちを伝えたいと思います。そしてですね、これからこのチームで今年からは世界本格的に北京オリンピックに向けて北京オリンピック表彰台に向けてプレーしていくわけですが、すごくこのメンバー4人見てワクワクしています。僕自身これから、ポジションはまだこれからというところなんですけど成長しさらに成長してこのチームに貢献していきたいと思っています。またオリンピックに一緒に出た兄と一緒に同じチームでプレーするっていうことに関してなんですがすごくこれも楽しみです。諸角祐介という選手はスキップとして間違いなく日本で一番の選手の一人ですし、そのスキップの思い描く、作戦ですねを、僕のショットで、お手伝いしていけるように頑張っていきたいと思います。皆さんこれからよろしくお願いします。続きまして岩井正樹選手お願いいたします。今日はお集まりいただきましてありがとうございます。岩井正樹と申します。前の前のシーズンにですね日本選手権で優勝しまして世界選手権経験してからですね僕自身、もっと上に行きたいという気持ちが強くてですね、今回このように声をかけていただいてそれがチャンスだと考えまして、このチームに加入することを決めました。目標としましてはやはり北京オリンピックを目指して、頑張っていくわけですけれども、まずは一歩一歩目の前の試合をしっかりと、こなしていき、チームとしてフィットし、させていく、そういったことを目指して、努力して、自分自身技術なり
まあ、そういった体力面であったりそういったところをしっかり今後鍛えていきたいというふうに考えています。はい、以上です。ありがとうございます。続きまして菊谷亮太郎選手お願いいたします。皆さんこんにちは。今日はお集まりいただきありがとうございます。今シーズンから、軽井沢でプレーすることになりました宿谷亮太郎です。おととしの、日本代表を経験して、まあ、さらに強くなりたいという思いからこの、決断をしました。まず、カーリングを始めてから、5年間の間、札幌でプレーさせていただきました。でここ前の、レベルに、成長させていただいた、くれた、札幌の、皆さん、札幌国際大学のチームに感謝をしています。でまた、このチームに呼んでいただいた諸角さんに感謝しています。で、諸角祐介選手、諸さんは、自分が始めた頃から、トップでプレーしている選手で自分の中でも憧れであり目標の選手でした。でそのような選手から、お声をかけていただいて本当に嬉しく思いますし、その期待に応えられるようにこれから頑張っていきたいと思います。軽井沢に移ることに、楽しみと期待をすごくしています。これからお世話になると思いますがよろしくお願いします。以上です。ありがとうございます。最後になりますが、チームの運営体制についてご説明させていただきます。この度チームを継続的に運営していくために TM 軽井沢株式会社を設立いたしました。 TM 軽井沢株式会社には諸角兄弟の父親でもある諸角久夫が代表取締役として就任しております。チームのナショナルスポンサーはすでに確定しておりまして、年間を通じて活動が行える環境が整えております。今後は TM 軽井沢独自の取り組みとして、さまざまなアイディアで活動をご支援いただくことを可能としたアライアンススポンサーを随時募集していく予定でございます。このあと7月にはユニフォームやナショナルスポンサー、そしてアライアンススポンサーシステムを正式に発表いたしまして、大会にも積極的に参加してまいります。どうぞ今後の動きにもご注目ください。それではこれより質疑応答のお時間とさせていただきます。ご質問のある方、挙手いただきまして、一人一人もしお答えいただきたい選手をおりましたら、チーム名指ししていただきましての質問とさせていただければと思います。それではご質問ある方、挙手をお願いいたします。長野朝日放送の西野と申します。諸角祐介さんに伺います。先ほど岩井さんと宿谷さんとの声をかけてもらったというようなお話がありましたけれども、昨シーズン、まあ、チームを持たずに一人でこうコーチをしながら過ごされて新しいチーム作りに向かっていく中でどういったこうポイントを持ってその声をかけたというかですね、チーム作りに臨んだのかという部分をお話しいただけますか。はい、ですね、まずお二人に声かけたのが、まあ、日本選手権終わってからっていうような感じなんですけども、まあ、今まで昔のというか SC 軽井沢クラブで僕がやっていた時は、まあ、自分の立ててるブラシに言われたウェイトと言われたらに来てくれて、まあ、ちょっと決まるのが第一っていうところでずっとやっていて、まあ、それがこう自分たちの実力が伴わなくても伴っても、まあ、勝ったり負けたりっていう結果で出ていたっていうチームだったと僕は思っていて、まあ、その中でそれぞれの選手が考えながら育ってきたっていうのが今までのスタイルだったなというふうに思っていて、で今回、まあ、自分がコーチをやったりしてその上で、まあ、この2人に声をかけて、まあ、今までの世界選手権の試合も解説しながら見たりとかもしましたし、日本トライアルが、昨年の5月にあってそこで実際に初めて対戦した時の印象もありますし、まあ、その中で例えば宿谷君
であれば、まあ、これから先いいフィジカルは持っているのでどういうふうに技術をそのフィジカルとこう合わせていくかっていうところでまだまだ先が、まあ、年齢的にも若いですしまだまだ先があるなっていうふうに思いますし、まあ、岩井さんに関してもこうずっとこう北海道で大学になってから始めたんですよね、はい、でその中でここまで上がってきて、まだまだ世界選手権に出たことによってさらに上に行きたいっていうのはその当時にもおっしゃってましたし、まあ、そのあたりの気持ちの部分は、さらに軽井沢という環境で練習を積めば、上に上がれるというふうに信じてまして、まあ、そのあたりが2人に声をかけた大きい理由かなと思ってます。一言ずつで構わないんですけど、どんな選手であるかっていうような部分を紹介していただきます。そうですね、まあ、先ほど写真撮ってる時、岩井さんは真面目担当というふうにもう確定しまして、まあ、もう見た感じどっかのサラリーマンみたいじゃないですか、はい、全然スポーツ選手っぽくないんですけど、まあ、その真面目さが売りになってくるんじゃないかと思います。プレーも まあ、あんまりこう気持ちというか良くも悪くもその時の例えばミスにせよ成功にせよこうそれによって上がったり下がったりしないタイプなので、まあ、一定の力を常に出せるんじゃないかなというふうに僕は思ってます。宿屋に関してはまだこう若いですし先ほど言ったように、体のこうフィジカルがすごい強い選手でもあるので、まあ、これから先もう少し使い方を覚えればさらに例えば速いウェイト投げられるようにもなると思いますし、またそれがスイープにも生きてくると思いますし、そのあたりまだ伸びしろのあるところがすごく楽しみな選手だと思ってます。それも受けてですね、特に岩井選手は自分の名前のついたチームで今までやってこられて、ある種こう国内で見ればライバルというか、さっきおっしゃってたように切磋琢磨するような関係にもあったんじゃないかなと思うんですけれども、こうそこから諸角さんのもとを選んだ理由ですとか、先ほどもちょっとおっしゃってましたが、一番最初にこう話があったときどう思ったかとか、ちょっと伺えますか。そうですね、まあ、諸角佑介さんは僕が始めた時からも、まあ、日本で、まあ、やっぱりトップ走られていて、うん、まあ、大学時代の時はもう雲の上のような存在だったんですけれども、まあ、そういった方から声かけていただいてすごく光栄に思いまして、で、まあ、せっかく声かけていただいたので、まあ、参加しようと。あと何でしたっけ。ずっとこうやってきた北海道を離れてここにっていうのは大きい決断でもあったんじゃないかなと思うんですけれども、そうですね、どんなこう選手としてこっちで目指していきたいかっていうのはいかがですか。そうですね、向こうでは仕事をまあ、終わってから、まあ、練習という、まあ、その練習自体も週 1,2 回とか、まあ、そういう、まあ、そこまで満足に練習できるような環境ではなかったので、こちらではまあ、たくさん練習できるような環境もありますし、まあ、施設もすごくいいので、そこら辺すごく練習して、まあ、さらに上手くなれるということでこちらに来ました。ありがとうございます。あともう一点、別件で祐介さんにもう一つ伺いたいんですが、チームの在り方というか、こう構成の仕方というのがカーリング界では新しいものだと思うんです。で、まだちょっと具体的にはなってないですけれども、ナショナルスポンサーですとか今後その支援を受けながら活動していくという部分もう少し具体的に伺いたいのと、こういった形でチームを作るにあたって、まあ、苦労された点ですとか、今のこのカーリング界にあってまだ課題として残っているような部分がありましたらお願いします。そうですね、まずは、まあ、形に関してなんですけども、まあ、今ナショナルスポンサーっていうのが2社応援してくださるところが、まあ、決まってはいるんですけど、まだ正式に何か契約とかっていうのが、今日その先ほど、話があった株式会社ですね、 TM 軽井沢株式会社っていうものが今日立ち上がって、今日まさにこの発表の後から動き出そうというふうに決めていましたので、
まだ完全にこう締結していたりとか、お声かけも始めていない状態ですので、まあ、実際に本当に詳しいことが言えない状態というのが正直なところで、それが次回のユニフォームの発表等を含めて、ユニフォームに載せるスポンサーさんが固まってユニフォームが出来上がってから7月頃に発表できればなと思っております。で、これから先ですよね。これから先ですけども、自分が今回こういうふうに新しく選手を集めて、今までは、うまい人たちがずっといて、その人たちでずっとカーリングをやってるイメージだったんですけども、やっぱり自分が何かこう新しく入ったメンバーなり、もちろん、弟にもそうなのかもしれないですけど、しっかりと練習を見ながらやっていくっていうスタイルに変わっていくことになると思うんですね。前回は長岡鳩美コーチという見てくれる人がいて、その人に任せて試合中に集まって試合するというようなスタイルだったんですけども、今回はこの選手4人で基本的には全て回していく、そして僕がその中でコーチのような役割ですねを担っていかなくてはいけないと思ってますし、それによって、僕が昨年してきた中部電力でのコーチの経験というのがすごく生きてくると思いますし、そのあたりがうまく融合して、さらにねこう高いレベルのチームを日本の国内で作れていけたら嬉しいなと今は思っています。会社に対して補足いたしますけれども、スポンサーさんも確定しておりますが、ちょっとこちらの会社のがまだ、契約、こちらの会社の設立がまだ、時間がまだかかっておりましたので、契約の締結に関して待っていただいている状態というところで、本日は発表を控えさせていただいております。それもまた7月に発表させていただきます。他にご質問ある方、はい、ではあちらの方。フリーランスの武田と言います。チーム結成おめでとうございます。各選手の所属というのもそれって発表できないですか？はい、そちらもですね、ただいま調整中でして、本日は発表を控えさせていただいております。分かりました。では諸角祐介選手に、康介選手の、期待したいところ、経験という意味では、康介選手が世界の経験豊富だと思うんですけれども、具体的なプレーも含めて、聞かせてください。あと宿屋選手と岩井選手には、こっちに引っ越してくるのか、軽井沢に対してどういうイメージを持っているのかというあたりを聞かせてください。はい、僕は2人に声をかけたんですけど、なんか4人集まったねって勝手に入ってきたやつがいるんですけど、そんな感じなので、何を期待しろって言われるとちょっと難しいんですけど、やはり実際におっしゃった通り、経験が豊かなのは確かですし、ただやっぱり経験があるからといってうまくいかないのもカーリングというのも分かってますし、そのあたりを、これから先今までの SC 軽井沢クラブの時のやり方とは違う練習方法ももちろん、僕が練習に立つだけでそれがもう全然今までと違うスタイルなので、それをやることによってどういうふうに変化したりとか、試合中に、どういう、こう、なんだろう、変化というか、今まで見てなくて試合中に僕が見て合わせてたような感じなので、それを練習からずっとやり続けてチームが作れるような感じになってくると思うので、そういう意味では今までよりも、僕が見やすいとかっていうのはもちろんのこと、投げても言われてることが分かるから投げやすいっていう風になると思うんですね。なので何かを今期待することは真面目に練習してほしいなっていうことぐらいで、それさえやっていけば何かこうプラスになることは今までと違う方法でやっていく上で見えてくるんじゃないかなっていうのを期待してます。まず引っ越しするかどうか、こっちで、引っ越しして軽井沢を拠点に活動していく予定です。で、軽井沢、軽井沢国際など大会で何度か訪れたことが、何度も訪れてるんですけど、すごくいい環境で、このリンク自体も、国内では、有数の、大きなリンクですし、この
周囲の環境っていうのもすごくカーリングに取り組みやすい、環境だと思ってます。また、軽井沢の町の皆さんはカーリングにすごい注目してくれてて、本当にやりがいがあるなというふうなイメージです。まあ、この、期待であったり、注目っていうのを、また大きくしていけるように自分も活躍していきたいです。そうですね、まあ、来月中ぐらいにこちらに引っ越してきます。で、まあ、軽井沢の町については、まあ、緑も豊かで、まあ、すごく住みやすそうで、まあ、練習環境もすごく整ってますし、すごくいいところだと思っております。その他ご質問ある方いらっしゃいますでしょうか。はい、ではすみません、順番に。共同通信の原谷です。チーム結成おめでとうございます。宿屋さんをお伺いしたいんですけれども、大学院の方をどうされるのかというのと、あと皆さん、チーム軽井沢、TM 軽井沢の会社組織の中で何か仕事をすることになるのか、それとも他のところで働きながらプレーをすることになるのか、そのあたりを教えていただけますか。まず大学院の方なんですけど、まあ、チームの活動、拠点をこちらに移すということで、辞めさせていただいて、こっちで、本格的に、こちらを連れてカーリングをするします。で、会社等についてはゆうすけさん。それぞれの就職先に関しましては、現在先ほど申し上げましたアライアンススポンサーの関係などと今調整中ですので、ちょっと本日に関しては特に発表できることはございません。じゃあちょっと教えていただきたいのは、プロみたいな形になるのではなくて、あくまでどこかで仕事をしながら活動していくということになるわけですか、それともプロのチームとしてプロ選手として活動していくことになるんですか。他の仕事というところと両立というところにはなりますけれども、はい、またチームに関わった形での就職先というところを今調整しております。はい、時事通信の柴と申します。諸積祐介選手に伺いたいんですけれども、コーチ業と選手を両立するということで、まあ、どのように両立させるのかというのと、まあ、選手とコーチをで北京五輪を両方目指すということで抱負を伺いたいです。はい、ですね、まずどのように両立するかという話なんですけども、もうそこに関しては今自分たちのチームのスケジュールと、中部電力さんのスケジュールをすり合わせながら、話し合って決めていこうというのが、決まったばかりでですね、本当に細かい合宿の日程とか、まだまだ出てない詰まっていない部分もたくさんあるんですけども、まあ、その部分を、コーチを受けるにあたってですね、昨年コーチを受けるにあたって、まず来年度選手に戻る予定ですので、両立という形になりますけどよろしいですかというお話をして進めていますので、まあ、今シーズンその新しく始まる第1年目ということになるんですが、まあ、その中で今年は、どういう形でやっていくのがいいのかっていうのをお互いに、見つけていくシーズンだと思うので、まだこう具体的に決まっていることはないんですけども、まあ、お互いにこうしっかりと話し合いをしながらどっちかがこう先行するようなことなく進めていければいいなというふうに今は思っております。ですね、それと北京オリンピックを、まあ、お互いのチーム男子女子ともに目指すという部分なんですが、まあ、かなりね難しい、まあ、もちろん僕たちは、僕が1年まず休んだということで、あと残り予選というか日本の国内でまず代表になるためにはあと2年間の間に日本選手権で1回は優勝しなければいけないですし、かなりまあ忙しい日程ですね、日程的には忙しいので、まあ、そっちの方が頑張らなきゃいけないなと思っていますし、まあ、中部電力さんの方も、女子のチーム
ご存知の通り強いチームたくさんいますので、日本の国内に、まあ、やはりこの2年間の間、今年勝ったからといって簡単に2回勝たせてくれるわけではないというのが今の日本の国内の状況なので、まあ、そこを、ね、しっかりと見据えて両方のチームの練習をしっかりとできればなというふうにまずは思っています。ありがとうございます。現時点でですね、世界選手権で4位に入ったあのコンサドーレが日本では一つ頭が抜けている状態だと思うんですけれども、まあ、今自信の方は何に感じていらっしゃいますか？そうですね、まあ、僕が昨年こう中部電力を見始めた時もそうなんですけど、あの、まあ、練習でね、どういうふうに選手が伸びるかっていうのが分からないっていうのが実際にあるので、まあ、そのあたりこの、まあ弟なんかはね、この12年ぐらいずっと一緒にチームやってるのでどんな感じかっていうのは知ってますけど、まだまだ、岩井さん、宿也君2人のカーリングについては僕は全く知らないですし、その伸びしろがある、まあ、お二人ともまだまだ伸びると思うんですけども、その伸びしろという部分がどれだけ残ってるのかすらわからないので、本当に一気にね、そこがうまくいけばかなりいいところまでいけるんじゃないかなとは思ってます。ご質問ある方、はい、では信濃毎日新聞の方、伊藤します。よろしくお願いします。諸角雄介さんにお聞きしたいんですけれども、まず1点目が、チームとして目指すとカーリングのスタイルというのはどういったところになるのか、まず教えてください。そうですね、まあ、攻撃的とかって言いたいところなんですけど、簡単なのでなかなか難しくてですね、まあ、一言でなかなか言いづらい。今までは例えば SC 軽井沢クラブだであれば、あの4人だからそういうスタイル、あのようなカーリングのスタイルっていう風になりますし、今回この4人が集まって、それぞれの選手の特徴があって、まあ、それを踏まえてどういうカーリングをしていくかっていうことになると思うので、今はまずは練習見たいですね今の他の3人の意思をもっとたくさん見て、まあ、それによってね、こう得意な戦術だったりとか、どういうショットが得意っていうのは出てくると思いますし、あのそれによってまたこうラインナップも今決まってないっていうふうに先ほど弟が言ってましたけども、まあ、そういうのもあるので、そのあたりのラインナップによってもやっぱり作戦って変わってきますし、逆に言ったらどうすればいいか考えなきゃいけないので、すごく楽しみです。まあ、ポジション決まってないという話ですけど、とりあえず諸角雄介さんがスキップというのは確定ということで。いや、譲りたくないなとは思ってるんですけど、誰か手を挙げてくるんじゃないかなと思ってドキドキはしてます。それともう一点、まあ、大きい目標として北京オリンピックというのがあると思うんですけど、直近としてこの今シーズンの目標というところはどういったところに合わせていきますでしょうか？そうですね、まだできたばっかりのチームという扱いなので、まあ、何の免除もなく日本選手権を目指すわけですけども、まあ、第1は日本選手権にしっかりと出ること、まあ、その日本選手権で、まあ、できれば優勝まで持っていくことですかね。はい、すみません、スポーツ日報の東と申します。よろしくお願いします。諸角雄介選手にお伺いしたいんですけど、ちょっと今も出ましたけれども、まあ、今シーズン、まあ、じゃあ日本選手権に出るまでのこうタイムスケジュールというかテーブルというか、でいつぐらい、例えばどっか合宿、例えば海外行ったりとか国内のどっかでされたりとか、まあ、言える範囲で予定とかあるのであれば、そういうこととか、まず最初に 県の大会からになるんですかね、ちょっとそこら辺のようなちょっとスケジュール的なものと、あと練習環境、まあ、岩井さんの先ほどの話でしたら、こうさ向こうでやってる頃は週に 1,2 回というようなお話もありましたけど、じゃあこちらに来てどの程度こうの頻度でどれぐらい今までより練習量がこう想定できるのかみたいな、ちょっとそういうような環境点の環境のところとか、ちょっともうちょっと具体的にお伺いできればと思います。はい、まずはですね、来年度のスケジュールなんですけど、来年度というかもう今年度ですね、今シーズンのスケジュールなんですけど、まだ、できたばっかりのチームってなかなか大会にエントリーしても出させてもらえるもらえないが結構あるので、あのそのあたりで申し込みがまだ始まってない大会がほとんどで、なかなかスケジュールが立ってないっていうのが正直なところなんですけども、日本選手権までの道のりという意味では、
昨年度のシーズンを参考にすると10月頃ですねにまず軽井沢の予選が一つあって、でその後11月に長野県予選があり、まあ、その後に1月ですね中部地域中部選手権という大会があって、そこの1位のみが日本選手権に行けるというのが、まあ、例年の、行き方ですかね。日本選手権までこの地域から出ていくのの行き方なんですけど、まあ、今年からはツアーで50位以内に入ってて、そのトップチームだと、まあ、免除で日本選手権にストレートで行けたりとか、あとは地域で、1位しか出られないんですけど、2位のチームは別のトライアルが最後にあって最終予選みたいな形で、最後の一枠を争う戦いをするみたいな、日本選手権の出場のルールが少し変わったので、今シーズンから今までは長野県から1チーム、まあ、中部地域から1チームっていうふうに決まったんですけど、まあ、そのあたりうまく使えれば、まあ、最大で3チームとか出せるようには変わったので、まあ、最後の最後までチャンスは残ってる感じですね今年は。で練習面はまだちょっとなかなか仕事とかそのあたりの話と多分絡んできてしまうので、あの正確になんていうんですかね、どれぐらい時間が取れるとかっていうお話はなかなか今の現状ではしづらいんですけども、ただ、まあ、純粋にリンクだけの話でいくと、まあ、この2人が来たところ札幌なんですけども、もう抽選でめちゃくちゃ倍率が高い中当たらないと練習できないぐらいの感じなんですけど、まあ、アイスパークは時間を選べば、あのアイスパークゴールデンタイムがあって、夜のだいたい6時過ぎぐらいから8時9時ぐらいまでの間がめちゃくちゃ予約取れない時間帯があるんですけど、まあ、そこを避けることさえできれば1シートも空いてないっていうことはなかなか少ないので、まあ、それだけでもかなり練習する機会は増やせるんじゃないかなと思ってます。仕事の都合さえつけば別にその週に5回でも6回でも、まあ、やろうと思えばできるといえばできるって感じなんですかね。できますね、うん、実際僕も週5で昨年もずっと練習してましたし、あの時間さえちゃんと融通が効けば練習時間はいくらでも取れます。あとは自分の体が持つかどうかです。わかりました、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。じゃあ先にこちらお願いします。テレビ朝日の長谷でございます。気仙沼でございます。諸富祐介さんに一つ質問させてください。諸富祐介さんは、まあ、社会に出てからというかその前から、長岡鳩見コーチとずっとこの軽井沢を拠点に練習をされ、いつかオリンピックにいつかオリンピックにというところで軽井沢を拠点に、夢を追い続けてきてそれを成し得た方だと認識しています。そんな中で今この軽井沢という町自体が、まあ、諸富さんはまあ、この町にこの軽井沢カーリング人生は軽井沢抜きには語れないというところを、いつかどこかで書かれていたと思います。そんな中でこのあえて SC 軽井沢クラブを退職して新たな夢に目指そうと思ったことはその決意の中にはどんな思いがあったのか知りたいです。はい、ですね、まずは一番はやはりその環境というか、まあ、どれだけいいチーム同士でこう切磋琢磨していく環境を作るかっていうところがすごく重要だと思っていて、で、まあ、そのためにはやはりチーム数を増やすしかないっていうのは、まあ、女子もねここまで1チームずつこう増えてきて、それが今4強なんていうふうに言われてますけど、まあ、4つまで来てああいうふうに、ね、決勝が盛り上がる時代が来たんですけれども、男子はなんか一つ出ては一つ消えとしていってなんとなく一強みたいな感じっていうのがずっと続いてると思うんですよね。やっぱりそこにいろんなチームがこう乗り込んできて上の方で高め合う、まあ、それが例えば SC 軽井沢クラブと、まあ、この TM 軽井沢が同じ地域だとしても、日本選手権の道が一つではなくなった今シーズンからの話でいけば、なんか潰し合いみたいなイメージにはならないなっていうふうに思いますし、まあ、そういう潰し合いがない中で
日本の決勝、日本選手権の決勝で潰し合えばいい、まあ、そういうふうにこうルール変更も後押しして、まあ、この軽井沢という場所でに残ってチームを作り、まあ、さらにね、こう日本のカーリング、男子の特に男子のカーリングを活性化していけたらなというふうに僕は思っています。それではご質問、はい、どうぞ。読売新聞の村上と申します。両角祐介選手にお伺いしたいんですけれども、最初に独立までの経緯の説明があったんですけれども、独立の決断は具体的にいつ頃だったのか、その決断するにあたってこう何かちょっと、まあ、葛藤などありましたら教えてください。そうですね、決断自体はもうこれで独立するぞというか、まあ、退社が決まったのが4月入ってすぐぐらいなので、まあ、その頃に決まったんですけど、まあ、そこまでの気持ち、そうですね、まあ、子供も3人もいますしなかなかね、こう簡単ではない決断ではあるんですけども、ただやっぱりそれをというか、まあ、新しいチーム、僕が自身が昨年1年間休んでですね、まあ、その最中にも、まあ、いつかカーリングに戻って来てほしいなんて声をかけていただくことすごく多かったですし、まあ、実際に選手として、戻っていきたいなっていうのをプラス、まあ、戻ってこなきゃいけないんじゃないかというかそういうのも日本選手権を実際に、まあ、男子と女子と両方の試合全部見てたので僕は見たりしていて思いましたし、まあ、その中で多少自分がリスクを負ってでもその次の世代に何かこう残せるものを作っていけるんだったら、まあ、ここで、まあ、若いうちと言ってももう34なんですけど、まあ、ちょっとでも若いうちにこういうチャレンジして、まあ、それが先につながりさえすれば、まあ、こういう、 こう発展の形もありなのかなっていうふうに思いますし、そのあたりはやっぱりそういうのをこう相談に乗ってくださったりとかしてもらった人たくさんいて、まあ、その人たちの後押しもあり決断に至りました。ありがとうございます。もう一点なんですけれども、ナショナルスポンサーと連携して最新のテクノロジーを駆使するというふうに あったんですけれども、これ具体的にどういうことを意味しているんでしょうか。そちらは、また次の時に次回の7月頃に発表させていただきたいと思います。分かりました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、そろそろ時間も迫ってまいりましたので、こちらで一旦最後の質問とさせていただければと思います。どうぞ。すいません、たびたび ABN の西名です。コウスケ選手に伺いたいと思います。今みたいな経緯でお兄さん、ユースケさんが準備をされていて、私も時折一人で練習されている様子とかこれまでの経緯とかも伺っておりますが、先ほどこれで4人揃ったねって言って入ってきたっていう話もありましたけれども、どういう思いでお兄さんの姿ですとか経緯を見ていて、自分のことも含めてですね、どんな思いで今日を迎えたかというのをお聞かせいただければ。そうですね、まず僕自身のことなんですけど、僕の今の夢っていうのがやっぱり日本女子は今僕のその夢に近づきつつあるんですけど、世界に出ていっても日本のどのチームが出ていっても日本ってカーリングが強いよねって言ってもらえるようになるっていうのが僕の夢の一つでもあるんですけど、今男子は先ほど兄が言いましたように一強トップ、世界ランキングでいうとトップ100に入っているのが1チーム2チーム多くて2チームぐらいで、でその中でさらにトップ50に1チームいるだけで、あとはトップ10に入っているチームもいないですしっていうのが今男子の状況です。女子の方でいうとトップ10に1チーム、トップ20に1チーム、さらにトップ50でいうともう1チームいて、すごく本当に日本の女子とカーリング強くなったよねって言われるような状況なんですよね。で去年オリンピックが終わった後、チーム東京に入ってプレーさせてもらったんですけど、その時はやっぱり僕自身は競技は続けていないといけないと、選手試合に出ていないといけないという意味ですね。でプレーしていたんですけど、兄はもうその準備が整、オリンピック終わってすぐ準備が整ったら、また
オリンピックを目指してプレーしたいっていう話をしていたのを僕は、なんていうんですかね、もう一度やっぱりオリンピック目指すんだろうなと、その時には、兄と一緒にオリンピックを目指したいなと思っていたので、そこで去年はチーム東京でプレーすることを選び、で今年どうやらチーム作りそうだぞという雰囲気がもうこのシーズン中にだんだんそのすごいなんか兄のこと大好きみたいでですけど、インタビューとかを見てると準備ができてきたのかなっていうような雰囲気を、で練習も毎日のように続けてましたし、雰囲気を見ていて、まあ、そろそろこれは準備ができたんじゃないかと、選手も目星がついたんじゃないかっていうことで声かけたら、まあまだ2人は正式に決まって、もう1人どうするかっていう考えていると思うんですけど、はい、そこで、まあ、僕だったら手伝うことが彼のカーリングを体現するために何か手伝うことができるんじゃないかと思って僕から声をかけたっていうようなイメージですかね。合ってますか？まあ、さっき言ってましたからね、そうやって、はい、7月にどんでん返しが、ああ正式な発表でなるほどとならないようにこれからしっかり努力していきたいと思いますし、先ほども言いましたけどやっぱり日本で一番の選手であるのは間違いないと思ってと信じてますので、彼と一緒にカーリングをやっていきたいなという気持ち で去年1年チームがないながらも練習全く同じような、ほとんど毎日同じような練習をしてたんですけど、それをまあ彼のこの練習が報われる日が来るのを信じて僕も努力をしていきたいと思ってます。ありがとうございます。じゃあ、ゆうすけさん、どこまでこうすけさんに加わるのを織り込み済みだったかという、今ちょっと夢のお話もされてたので、ぜひ夢っていう観点でも一言いただければ。そうですね夢なかなか難しいですけど、僕すごく現実派なので、まあ、一個一個の練習の積み重ねがその夢というか、まあ、目標に近づくんじゃないかなと思って毎日練習してますし、まあ、絶対前のシーズンなんか僕の方がコウスケより練習してますし、僕の方がまだまだ上手いと思ってるので、まあ、そこをちゃんと見せつけてやろうとは思ってます。ありがとうございます。それではこれをもちまして質疑応答を終了させていただきます。この後フォトセッションにのお時間とさせていただきます。一度机をはけさせていただきまして、スチールさんムービーさん分かれての撮影とさせていただきますので、少々お時間いただければと思います。どうぞご移動の方をお願いいたします。
真ん中でお願いいたします。何か動きのご要望あったらお願いします。ズビカメラですので動いても大丈夫です動いたら高いの動いたらスポーツです。それではこれをもちまして記者会見を終了とさせていただきます。皆様本日はお忙しい中お越しいただきましてありがとうございました。では選手の皆さん退場となります。ありがとうございました。一刀両断をご覧の皆様ありがとうございました。5分後にですね、諸角兄弟にちょっと再度ご登場いただきですね、今日の記者会見の様子をもう一度お話を聞いてみたいと思いますので、まだ見れる方はもう少しお待ちいただいて、見れない方は後ほどアーカイブでご覧ください。ではお待ちください。
僕の話に、はい、まず伊藤亮さんのやつ、はい、呼び方はさ、四人でやる、二人で、二人で、はい、二人で、あれもういい。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様です。非常にこう兄弟愛に満ち溢れた会見でしたけども、まず終わってからの記者会見を終えての感想をまずじゃあお兄ちゃんの方から。そうですね、まあ、やっとこの日が来たっていうのと、まあ、やっと、まあ、1つ目まだスタートなんですけど1つ目の仕事が終わったなという感じですかね。小杉でしょう。はい、もういよいよ始まるなという気持ちでいっぱいですし、すごく今ワクワクしてます。会見中にですね、小杉選手の方から日本で一番の、ガーナと言ってましたけども、逆に本当にこう1年まあ、2人でやったのが離れてですね、まあ、客観的に外から見てみて、そのカーラーとしての諸角祐介という選手はどのように感じていらっしゃいますか？そうですね、もう練習に関しても当然今コーチをやっていた経験もあるでしょうし、すごくなんていうんですかね、やっぱりこのオリンピックに初めて実力で出たスキップっていう意味で本当にすごい選手だったんだなと1年離れてみて改めて感じました。まあ、違うチームのスキップと一緒にやりましたけども、はい、こうどういうところが一番違うというのを感じていらっしゃいますか？あ、違いですか。そうですね、考えていること、あとはやっぱり違い、難しいですね。当然練習をできるかできないかっていう環境の差は、当然去年のチームは週に1回の練習がそのまま個人練習だったりするので、すごくその練習できているできていないっていうところは違うんですけど、やっぱり世界でこれだけ経験してきた選手となかなかそうはいかなかった選手とっていう違いはあるなと。経験でもその作戦の立て方ですとか、そういったところです。特に作戦の立て方ですかね、大きな違いはあるなと感じていました。ゆうすけ選手、弟のこうすけ選手が、まあ、1年離れました。で、以前は、まあ、リードとして、やってましたけども、まあ、離れたチームではサードを務めてました。まあ、今度の新しいチームではこう非常にポジションも気になると思うんですけども、コウスケ選手のこう期待する期待っていうのはどの辺にこうありますか？そうですね、まあ、SC の時よりも多少は真面目になってくれればなと期待してます。外から見てみてですね、コウスケ選手のプレー、まあ、サードやってましたけども、結果的にこう見たときにどんなように感じていらっしゃいましたか？ここ。そうですね、まあ、正直僕的にはサードじゃねえなっていう感じはしましたけど、俺が投げた方が決まるなと思ってずっと見てました。まあ、そんなチームですけども、これから、まあ、今日、ね、皆さん非常にいっぱいの方が見ていられましたけど、改めまして今後の目標をですね、意気込みをセンターに。じゃあ小杉選手から。はい、今兄からありがたい言葉をいただきましたので、まずは SC 時代より真面目になって、で、まあ、当然練習もトレーニングもしっかりこれから積んでいく環境が整ってきますので、そこでしっかりとまずは練習をして、でチームとしてどんどん意見を出し合って成長していきたいなと。そしてまずは日本一、そしてオリンピックでメダル目指していきたいと思います。じゃあ祐介選手。はい、そうですね、また新しくチームができて、これで一からのスタートなので、一歩ずつ先ほど言ったね、この切磋琢磨できるレベルにまずは自分たちが上がることが一番大事だと思うので、そこまで一歩一歩練習で積み重ねて頑張りたいと思いますので、ご声援よろしくお願いします。今日伊藤亮談を緊急スペシャルとして放送させていただきましたけど、これで終わりになりますので、いつも通りタイトルコールで締めて終わりにしたいと思います。いきます。信州スポーツ一刀両断。ズバーは土橋さんのやつ。じゃあね。